ゼニガタアザラシは、アザラシかゴマフアザラシ属に属する海生哺乳類。日本沿岸に定住する唯一のアザラシ。太平洋から大西洋まで広く分布し、日本に定住する唯一のアザラシであり、北海道東部のエリモ岬や大黒島、ハボマイ群島等に生息する。ゼニガタアザラシの分布ゼニガタアザラシは、生息地域に応じて、次の5ア種に分けられている。 うち PV メラニーは陸風型で、淡水に生息する。日本に定住する亜種、PV ステイニュゲリーは、アリューシャン列島、千島列島、北海道に生息する亜種である。この亜種は、他の亜種に比べ、体の表面に占める黒色部分が多く、暗色型の亜種である。なお P、ビトゥーリーナステイニュゲリーを、P ビトゥーリーナとは別種と評価されている。日本では、 当時のゼニ型アザラシの捕獲数から1940年の生息数は1500から4800頭と大まかに推定されている。しかし1960から1970年には600から900頭まで減少したとされる。その原因は不明な点が多いが乱獲、アザラシの上陸上の消滅、漁船や調査船による上陸の妨害、 漁業の低地網に迷い込むことによる混濁、昆布漁場確保のための暗礁爆破作業などが背景にあるという指摘がある。1973年には銭タアザラシを国の天然記念物に指定するための運動が研究者を中心に始まった。当初は消極的であった文化庁や北海道教育庁も賛成し、1974年に文化財保護審議会は、 天然記念物に指定するように文部大臣に答申した。それに対し、地元の漁業関係団体からは、威嚇射撃の容認、間引きの実施、漁業被害の保障などが要求された。結局、折り合いがつくことはなく、天然記念物となることはなかった。当時は、漁業関係者を中心に、銭形アザラシを漁業の害獣とみなす風潮が強かった。 1980年代前半に日本十一区産大学の葉山新一助教授が水産庁に保護の対策を講じてほしいと進言したところ担当官にそんな害獣はむしろ生罰しなければならないと言われたという逸話がある。保護は進むことなく1970年代から1980年代にかけての生息数は約350頭と推定され、 絶滅の危機に瀕する状況が継続していた。1980年代になると文化財に指定するという目的から漁業との共存へと変わり始めた。1982年には、帯広畜産大学や北海道大学が中心となって、銭タアザラシ研究グループが結成された。また、銭タアザラシの保護と生態に関わるシンポジウムが1985年に、 開催され、適正な保護管理と対策が必要との意見がまとめられた。1990年には、北海道エリモ町にて、エリモシールクラブというアザラシとの共存共栄を考える会が設立した。これは、漁業被害を受けている地元漁師や旅館の主人などの市民によって運営されており、その活動は広く知られ、朝日新聞、海の環境賞などを受賞している。 ゼニガタアザラシに対する行政の認識も変化し、環境庁が1991年に発行した日本の絶滅の恐れのある野生生物では気球種に指定され、1998年のレッドリストでは絶滅危惧アイビーに指定された。水産庁でも独自のレッドデータブックにて気球種に選定している。その後、2000年代になると1980年代から、 上陸上の数は増えていないものの、個体数は増加傾向を見せ、銭型アザラシ研究グループの調査によれば2004年には約900頭の生息が確認されるようになった。このように、個体群が安定してきたことから、2012年の環境省のレッドリストでは絶滅器具通類に引き下げられた。そして、2015年には純絶滅器具にさらに引き下げられた。 アザラシ漁は1990年代前半以降行われておらず、岩礁爆破も作業自体が危険であるため実施されなくなった。一方で、本格は2000年代になっても発生しており、日本で報告されるアザラシの本格の9割以上がゼニ型アザラシであり、特に着霊個体が網にかかりやすい傾向が報告されている。2005年に、 同等で報告されたゼニガタアザラシの根格数は合計222頭となっている。ただし、ネムロ半島のサップミサキの事例では2000年代の根格数はゼニガタアザラシが絶滅に瀕していた1980年代と比べて大きく増減はしておらず、個体数を減少させる主な要因になるとは考えにくいという指摘もある。近年、アザラシは 観光資源としても着目され、ウォッチングツアーも行われるようになってきた。一方で、漁業被害を発生させている事実は変わらず、さらに生態系への悪影響も懸念されている。また、個体数の増加に伴い、ゼニ型アザラシの個体サイズが小型化しているとの報告もある。そうした中、環境省は、ゼニ型アザラシの適正な個体数管理に乗り出し始めた。 補殺に関しては、動物愛護などの観点から、慎重な対応を求める意見も出ている。また、ゼニガ型アザラシは、道東沿岸と千島列島南部を行き来していることが、示されているため、より広域的な調査を実施し、正確な個体数を推定することが求められている。AB、アザラシ類保護管理報告書、ピアニッシモ、6から7、 ゼニガタアザラシの生態、保護 P299, トンプソン、D& ハーコナン、T2008, フォーカピズリーナ、イン、IUCN2008,2008IUCN、レッドリストオブセレットド,ドスピーシーズ、ゼニガタアザラシの生態と保護 P21, ゼニガタアザラシの生態と保護 P24, ゼニガタアザラシの生態と保護ピ,ピアニッシも50から 51ABC、 全2型アザラシの生態と保護 P343、野生動物問題 P159、全2型アザラシの生態と保護 P38、小林由美、和田和夫、広吉千勝寺、怪獣談話会全2型アザラシの被害をめぐって、地域社会、水産経済の視点から、哺乳類科学第51巻第1号、2011年、192から194ページ。 全2型アザラシの生態、保護 P344、北の怪獣たちとドアザラシオットセイと共存する、未来へ、ピアニッシモ二216から217、日本の哺乳類改定版、P103AB、アザラシ類保護管理報告書、ピアニッシモ八8から 9ABC 小林万里、石名坂剛し、角本千春、若田部久志小林由美、清水明子、 根室半島、のサップ岬における酒提知号によるアザラシ類の2002-2003年本格数調査1982から1983年調査と、比較して、哺乳類科学第47巻、第2号、2007年、207から214ページ。別添資料6注目される、種のカテゴリーと、その変更理由、環境省レッドリスト2015の公表について、 環境省報道発表資料、朝倉由紀子、角本千春、陽よ,よ、小林由美、桜井康則、2006年根室半島のサップ地区の、酒定地網における、銭タアザラシ放火ビトゥーリーナステイニゲリー、本格調査、知床博物館研究報告第29巻、2008年、23から30ページ。アザラシ類保護管理報告書、P15。 アザラシ類保護管理報告書、P3 北海道新聞2012年3月23日、長官、気象長寿ゼニ銭型アザラシ等数管理補則導入も北海道、新聞2012年3月23日長官、銭タアザラシ等数管理へ補則には慎重意見も、アザラシ類保護管理報告書、P17、ありがとうございます。